はい、皆様こんばんは。日焼けしそうな場所からお送りしてます。あれからちょっとばかり装備を整えてネザー要塞を探索しております。新調した装備は、ダイヤモンドの剣、シールドくらいですけどね。食料もある程度確保した状態ですので、慎重に探索すれば事故ることはないでしょう。今回の目的は、ブレイズロッドと、ネザーウォートの入手です。ついでにブレイズスポナーとかの場所を、ある程度把握することができれば、ラッキーですが、要塞のすぐ近くにゲートが繋がっただけでも幸運だったのに、そんな幸運が続くことなんてないですよね。おっとっと、すごく視認が難しかったですが、ウィザスケがいましたね。攻撃力が高いし、追加効果でウィザーを付与してくるので、ちょっと恐ろしいモブですよね。間違えてゾンビピップマンを攻撃しないようにだけ注意して、しっかりと倒してしまいましょう。と、目の前でブレイズがスポーンしましたね。というか、あの形状の場所って確か、いや、まさか、ね。はい。ちょっと待って、スポナーの位置が近すぎない。ブレイズスポナートラップを作成するときに役に立つといいな。ひとまず、ブレイズロッドを回収するためにも何体か倒しておきましょうか。あとはネザーウォートを回収すれば、今回の目的は達成となります。ブレイズスポナーが設置されているのは、要塞の外周部分に当たりますので本館を見つけなくてはいけません。ですが、本館に通じている部分が見当たらなかったので、開いている部分から強引に入ることにしました。あとは、階段脇に栽培されているネザーウォートを探すだけですね。ネザーウォートを回収するついでに、その下にあるソウルサンドも回収しちゃいましょう。せっかく発見したのに溶岩流で消えてしまっている、というパターンもありますので、手広く探索しましょう。回収だけなら、難易度自体は高くないと思っておりますが、ある程度準備していないとひどい目に遭いますね。ということで、しっかりとネザーウォートを回収することができ、期間できればポーションが作成できるようになります。ま、事故もなく期間しましたけどね。ということで醸造台を作成しましょう。ガラスの瓶も必要になりますので、そちらも忘れずに。とりあえず、1セット作っておけばいいかな。まだ量産体制も整ってないですし。ああ、あと雰囲気作りのために大釜も作っておくことにします。雰囲気は大事ですから。というわけで、ポーションを試しに作成していきましょうか。まず、ガラスの瓶に水を入れます。今回は大釜から水を汲みましょうか。で、水入り瓶を醸造台にセットして、各種材料を醸造し、ポーションにするというわけですね。醸造する際には、ブレイズロッドを単体クラフトして入手できる、ブレイズパウダーが必要となります。ネザーウォートが必要となるのは、ほぼすべてのポーションのベースになるからですね。一応、ブレイズパウダーやグロウストーンパウダーでもベースを作ることはできるのですが、そちらだと作れるポーションの種類が少ないんですよね。燃料にブレイズパウダーが必要になったので、自動化がめんどくさくなったんですけども、一応、めんどくさくなった、というだけでやろうと思えばできるわけですね。後々、各種自動化にも取り掛かってまいりますので、期待しないでお待ちください。そうそう、今回作ろうと思っているポーションは、耐火ポーションを作成しようと思っております。冒頭で発見したブレイズスポナーに、トラップ作成の下準備をこの後行いますので、その際に炎ダメージを無効化しておかないと、とても苦労することになるでしょうから。耐火ポーションは出来上がりましたが、このままではポーションの効果時間が短いので、レッドストーンパウダーを加えてさらに醸造することで、効果時間を引き伸ばすことにしましょう。これがレッドストーンパウダーじゃなく、グロウストーンパウダーなら効果レベルを上昇させます。耐火ポーションには効果ないですが、回復や毒、ダメージなどの場合は、こちらもいいですよね。それじゃあ、いろいろと準備を整えて、ネザーにもう一度赴きましょうか。そうそう、シールドの耐久が減ってきておりますし、補修できるようにします。必要になるのは鉄ブロックが3個、鉄インゴットが4個。金床を作るわけです。エンチャントブックを自動釣り施設で釣り上げた時にも使えますし、作っておいて損をすることはないでしょう。あ、でも一部のモッドには、金床の性能を完全に停止させてしまうものもありますね。1.12 の時にそのモッドメインでサバイバルしていた時が懐かしいものです。動画シリーズとしても考えていたようですけど、あの妖精が海の中で遊び始めて、没になりましたね。
緩和9台。さて、ネザー要塞に戻ってまいりました。今回はブレイズスポナーの封じ込め作業です。耐火ポーションもしっかりと飲みましたし、早速やっていきましょうか。戦闘は苦手ですが、頑張って作業を完遂します。この作業の前にお気に入りの赤い靴も履いてきましたし、ついつい気合い入れて頑張ろうって思っちゃいますよねー。いや、ブレイズが湧くと言っても、耐火ポーションの前には無力ですし。というか、邪魔をしてくるなら容赦なく倒しますし。むしろ経験値落としてもらいたいので、空中じゃない場所なら大歓迎。地祭りの開催となるわけなのですよー。という感じで作業を進めて、無事に囲い込みが完了しました。この状態でも、ブレイズが少しスポーンしますが、仕方ないと割り切ってます。明るさ14未満だとスポーンするとか。ひとまず、次は下部分にブレイズを集める仕組みを作る必要がありますね。そのためにも一度戻って、資材をブランチマイニングして回収したり、木材を大量に用意する必要がございます。一応、考えているブレイズトラップは、昔ながらのピストン落下式ですね。資材を大量に使いますが、見ていて楽しいということでこちらの方式を採用することにしたのです。ロマンとかそういうのは、超大事だと思いません。なので、ちょっと次の工程まで時間が飛んでしまいますので、ご了承を。ブランチマイニングをかなりやりますゆえ、致し方なし。なんですけどね。さあ、それでは資材を回収するためのブランチマイニングを、ガンガンやっていきましょうか。ブランチマイニングついでに廃坑とか見つかれば、資材の回収がはかどるところですが、そんな面白い状況なんて、ネザー要塞の生成運で、全部持っていかれてしまいそうですが、大きめの地下空洞が見つかったり、地下渓谷が見つかれば御の字でしょう。ひとまず、鉄鉱石が必要となるのでひたすら集めましょう。おっと、ここで大きめの空洞にぶち当たりましたね。とりあえず、この空洞の探索に切り替えていくことにしましょうか。ある程度の安全が確保されてから、目に見える範囲の鉱石資源を回収することにしましょう。明かりをつけて、湧き潰しをやらないと、唐突な事故の危険性が跳ね上がりますからね。録画外での作業中に何度かクリーパーの自爆に巻き込まれていたりしますし。しかも決まって、もうすぐレベルが30に到達するか、しないか、の境界付近で。あ、空洞から地下渓谷に繋がっているようですね。ともすれば、地下渓谷もしっかりと湧き潰しを、ちょっと待ってー。あの木材の床って、廃坑じゃないです。いや、確かに空洞や、地下渓谷、廃坑が見つかればラッキーだな。とか言っておりましたけどね。全部見つかるとか笑いしか出てこなくなっちゃいますよ。はぁ？さすがにこれは準備をして出直しましょうか。事前に準備しておりました。ダイヤモンドの防具一式を、お披露目しますか。エンチャントもバッチリ完了してます。それと武器も新調しましょうか。エンチャントもドーン。じゃあ、来たるべく脅威の排除と、安全の確保に、尽力いたしましょうか。安全の確保に関しては、ケイブスパイダーの無力化が大きいですけどね。ケイブスパイダーの処理さえ完了してしまえば、私個人的にはもう資源回収の時間になりますし。目印さえつけておけば、迷うことないですし、資源の回収がはかどる、地下構造物ですからね。あと、さりげなくレールが大量に確保できるのもポイントが高いです。しかしながら、今回の廃坑の生成は、地下渓谷と重複しているので、場所によってはかなり危ないんですよね。まあ、なんとかなりますかね。そんな感じで、サクサクと安全を確保し、資材もある程度回収できましたので、トラップの作成に必要となるブロックを、作成し、次回にはブレイズトラップに取り掛かれればいいな。ブレイズトラップ作成し終えたら、エンダードラゴンに挑戦予定です。得意な斧攻撃は届きませんが、弓矢でしっかりと攻撃を当てられればいいな。と、そんなこんなで廃坑の探索も完了し、ピストンなどの、トラップ作成の要となるものを、作成していきましょう。必要になる数は多くなりますけど、あまり気にせずに作れるくらいには、在庫を確保しました。今回は、光源誘導型ではなく、落下式を採用します。なので、次回のブレイズトラップ作成編もぜひ見ていただけると嬉しい限りです。まあ新しいものじゃないので、何か新しい要素も、取り入れることができればいいなぁ。ということで、ここまでご視聴していただきまして、誠にありがとうございました。